鳥、映画、鳥、鳥、ザ・バーズは、1963年のアメリカ合衆国の映画。ジャンルは、生物パニックもののサスペンス。アルフレッド・ヒッチコック作品。原作は、ダフネ・デュモーリアによる同タイトルの短編小説。1970年代に量産された、動物パニック映画の原点でもある。若きソーシャライトのメラニー・ダニエルズ、ティッピ・ヘドレンは、 サンフランシスコのペットショップで、ミッチ・ブレナー、ロッド・テイラーという弁護士に出会う。ミッチは、11歳になる妹の誕生日プレゼントに、つがいのラブバードを探していたが、店内にはなく諦める。ミッチに興味を持ったメラニーは、カリフォルニア州の彼の住所を探し出し、彼を驚かそうとつがいのラブバードを購入する。何時間もかけて運転し、モーターボートで湾を渡り、ミッチの家の中に、 手紙とラブバードをこっそり置いていく。しかしメラニーがボートで水上を走っているところをミッチに見つかってしまう。ミッチは彼女を追いかけるが、その途中、メラニーは突如カモメに攻撃され、額体に怪我を負う。メラニーを捕まえたミッチは彼女を夕食まで残るように悟す。メラニーはミッチと次第に仲良くなり、小離れしないミッチの母親、リリア。 ジェシカ・タンディア妹のキャシー、ベロニカ・カートライトを紹介される。またメラニーは、地元の小学校の先生であるアニー・ヘイワース、スザンヌ・プレシェットとも友達になるが、後にアニーは、ミッチの元彼女だと判明する。その日の夜、メラニーが、アニーの家に滞在中、カモメが、ドアに突撃してそのまま死んでしまう事件が起きる。さらに翌日のキャシーの誕生パーティーで、子供たちが、 カモメの大群に攻撃され、夜には大量のスズメがブレナー家に侵攻する。さらに次の日、リディアは近所の住民が鳥に殺されたのを発見する。リディアは連日続く鳥の脅威に怯え、メラニーに学校にいるキャシーの様子を見に行ってほしいと頼む。メラニーが学校の外で授業が終わるのを待っていると背後に膨大な数のアメリカガラスが集まっていることに気づく。 恐怖を覚えた彼女は教室にいるアニーに警告し子供たちを避難させるために外へ飛び出す。鳥は逃げ惑う彼女らを攻撃し何人かの子供が怪我を負った。その後メラニーは地元のレストランでミッチと落ち合った。何人かの客は自分たちが遭遇した奇妙な鳥の様子を口々に語っていた。ある酔っ払いは世界の終わりだと信じ巡回セールスマンは あらゆる鳥は全ていなくなればいいという。アマチュア鳥類学者は違う種類の鳥は一緒に集まらない。鳥が攻撃したという報告は何かの間違いだと主張した。若い母親は彼らの会話によって次第に不安を感じ、子供たちを怖がらせるのをやめるように彼らを叱る。その時、レストランの外で車に休養していた男性が鳥に攻撃されて気絶し、 ガソリンが道に流れ出し始める。メラニーは流れ出たガソリンに気づかずに近くでタバコを吸おうとしているセールスマンを発見する。メラニーたちは店の中から必死に叫んで警告するが、セールスマンに声は届かず、彼はタバコに火をつけ、マッチを地面を落とした。火はたちまちガソリンに引火し、セールスマンは炎に包まれ、ガソリンスタンドは大爆発する。 人々を鳥の大群が襲いパニックになる中、メラニーは電話ボックスに逃げ込む。そこへ駆けつけたミッチが彼女を救助して、レストランに戻ると、先ほどの若い母親がメラニーに詰め寄り、メラニーを鳥の攻撃の元凶だと罵る。メラニーとミッチが、アニーの家に行くと、アニーがキャシーを鳥の攻撃からかばって亡くなっていた。メラニーとブレナー一家は、窓やドアに板を打ちつけて、家に立てこもった。 次から次へと鳥が家を攻撃し、ドアや窓を突き破ろうとする。夜になり、攻撃が収束し一同が眠る中、メラニーは、上階から、物音がすることに気づく。彼女が一人で上階のキャシーのベッドルームに行くと、大量の鳥が屋根を壊して入り込んでいるのを、発見する。鳥の激しい攻撃にメラニーは気絶してしまうが、騒ぎに気づいたミッチが彼女を部屋から助け出した。 ひどい怪我を負ったメラニーを見て、ミッチは彼女を病院に連れて行くことを決意する。鳥が家の周りをびっしりと取り囲んでいたが、ミッチは何とか車を車庫から出した。川ラジオでは、鳥の攻撃は近隣に拡大していると報告し、市民レベルではこの怪奇な攻撃に対抗することが不能なため、周辺の出動を提案していた。何種類もの、何千羽もの鳥が、 ブレナー家の周りに密集する中、メラニー、ブレナー一家、ラブバードを乗せた車はゆっくりと進んでいくのだった。1961年8月18日、カリフォルニア州キャピトラの町の住民は、屋根の上で灰色水なぎ鳥が騒がしいことで目が覚め、道路は鳥の死骸でいっぱいになっていた。道イ遺産中毒、記憶喪失性解毒が原因ではないかと報じられた。 地元紙のサンタクルスセンティネルによると、アルフレッド・ヒッチコックは1961年の記事のコピーを最新スリラーための研究資料のために要請した。同月の末、1952年に発表されたダフネ・デュモーリアノで発表された短編小説の脚本家として、エヴァン・ハンター、エド・マク・ベインを追った。ハンターは以前でビシャス・サークルを書き、 テレビのアンソロジーシリーズ、ヒッチコック劇場の脚本としても使用された。彼はまたロバート・ターナーのアポイント・アット・イレブンも同テレビ番組のために脚本化している。彼はヒッチコックに雇われた理由について、後に87文書シリーズを手掛けたこともあり、サスペンスに長けていたこと、小説、暴力教室で評論家の賞賛を得ていたことなどを挙げている。 鳥制作中のヒッチコックとハンターの関係は1997年の自伝で、ヒッチコックのアシスタントのペギー・ロバートソンなど、制作人の他の人々も登場して描かれている。1961年9月、ハンターは脚本を執筆し始めた。ハンターとヒッチコックは、町の人々は公害できない罪を、町ぐるみで隠していて、鳥は罰を与えるためのツールであるなど、 物語を発展させた。ハンターは映画の冒頭はスクリューボールコメディの手法を取り入れ、徐々に恐怖心を煽っていくことを提案。大名や広報からすでに鳥の攻撃があることは世間に知られていたが、それがいつ起こるのかは知られていなかった。冒頭のユーモアが後にホラーに変わり、サスペンスから衝撃になる。ヒッチコックはハンターの第一行に関して、 コメントを求められた。脚本、特に冒頭部が長すぎること、主人公二人の性格描写が不足していること、いくつかのシーンでドラマ的要素が欠落し観客の味をそそらないことなどを、ヒッチコックがハンターに意見したと報じられた。リディア役のジェシカ・ハンディの夫で、ヒッチコックの友人であるヒューム・クローニンと VS ・プリチェットには、作期間中に何度か意見を求めることもあった。 ハンターとヒッチコックは、主人公二人は、グレース・ケリーとケイリー・ブラントであると想像して、物語を発展させていった。しかし彼らをキャスティングすることができず、ティッピ・ヘドレンとロッド・テイラーを起用し、それぞれ個人的に契約した。メラニー役のヘドレンは、主演していたテレビのコマーシャルが、ヒッチコックの目に留まり抜擢された。ヘドレンは、ヒッチコックの次の作品、マーニーにも出演。 特徴の一つとして、音楽、BGM を全く用いていないことが挙げられる。ヒッチコックはよくある音楽をこの映画では使わない、ことに決めた。その代わり、計算された、静寂の中に、効果音と、わずかなソースミュージックを使用した。彼は、鳥の鳴き声や雑音を作り出すのに、電子音響を、トラウトニウムの使用を希望していた。1920年代、 ベルリンのラジオ局でシンセサイザーを使っていた人物と偶然会った。フレデリック・トラウト・ウェインにより発明され、オスカー・サラにより発展された。それはこの映画の鳥の音を咲くことが可能なものであった。彼はサラとレミ・ギャスマンに電子音を作り出すことを依頼。彼らは電子音制作及び構成として、また彼の元共同音楽制作者のバーナード・ハーマンは、 サウンドコンサルタント都市クレジットされている。ソースミュージックとしてはメラニーが演奏するピアノ曲であるクロード・ド・ビュッシーの2つのアラベスク第1番、児童たちによって歌われる、スコットランド民謡のアメリカ版、ラセルディ・ロスセルディが使用されている。ラストは、サンフランシスコのゴールデン・ゲート・ブリッジ、金門鏡が鳥たちによって占拠されるというシーンを、 考案するが予算不足のため特撮を多用して撮影された。鳥が攻撃するシーンはイエロースクリーンを使用した撮影の発展に貢献したアニメーター及び技術士のウッペイ・ベルクスによりウォルト・ディズニー・スタジオで撮影された。狭い範囲のナトリウムランプで照らしたスクリーンに対し被写体を撮影する。通常の合成撮影と違って高信号分配器を使い、 同時に二つの映像を撮影する。一リールは通常の映像として扱い、もう一方は合成映像となる。この結果、ブルースクリーンよりもより正確に合成されるが、鳥の素早い羽の動きを縁取りする必要がある。1963年3月28日、ニューヨークでプレミア上映が行われた。ニューヨーク近代美術館で行われた。 ヒッチコック特集の50作品のうちの1作品として招待客のみで鳥が上映された。この特集ではピーター・ボグダノビッチによって書かれたヒッチコックのモノグラフのパンフレットが配布された。1963年の第16回カンヌ国際映画祭では招待作品としてヒッチコックとエドレが出席して上映された。ウッペイベルクスがアカデミー賞のアカデミー。 資格効果賞にノミネートされたが、この年の受賞者はクレオパトラとなり、受賞を逃した。1964年、ティッピ・ヘドレンはウルスラ・アンドレス、エルケ・ソマーと共にゴールデングローブ賞の最優秀新人女優賞を受賞し、また、フォトプレイ誌の最優秀新人賞も受賞。この映画は、ベンガル映画ジャーナリスト協会賞による外国映画10作品のうち、 1> 第1位にランクインし、ヒッチコックはこの賞で監督賞にも選ばれている。北アメリカのレンタルビデオとして約500万ドルを得た。ロッテンタメイトスでは95%の新鮮得点を獲得した。著名な映画評論家のデイビッド・トムソンは最後の完璧な映画と評した。人文学者のカミール・パーリアは、ブフィー、クラシック映画シリーズのためにこの映画のモノグラフを 書いた彼女は女性のセクシャリティや拡大解釈すれば自然それ自身など多数の面に対する賞であると解釈。彼女はこの映画は女性が主役であることに着目。ミッチが母親、妹、元彼女との微妙な関係を絶妙なバランスで保っていたのが美しいメラニーの登場によって危ういものとなるとしている。アメリカンフィルムインスティチュートが選ぶ。 スリルを感じる映画ベスト100の第7位にランクインし、チャンネルが選ぶ最も怖い映画シーン100で鳥が街を襲撃するシーンが選ばた。1994年、別物である続編として別の出演者で新鳥が発表された。この映画はテレビ向けに作られ、あまり良い,い評価は得られなかったため、監督のリック・ローゼンタールは自身の名を小映画から外して、 偽名のアラン・スミシーを使用した。ティッピ・ヘドレンはオリジナルとは別の脇役でこの映画に登場している。2007年、バラエティ氏は、007カジノ・ロワイヤルの監督、マーティン・ギャンベルにより、ナオミ・ワッツとジョージ・クルーニー主演のユニバーサル・ピクチャーズ映画が作られると発表。プラチナム・デューンズとマンダレー・ピクチャーズのベンチャーで制作するとされた。ヘドレンは、リメイクに反対で、 なぜそんなことするのなぜ新しいストーリーや、新しいことなんて考えらないわと語った。2007年の発表以降行き詰まり、2009年6月19日、ディメンションフィルムズのブラッドフラワーはこれ以上の発展は、ない年、トライし続けているが、どうなるかわからないと語った。2009年12月、マーティン・ギャンベルが降板し、プラチナム・デューンズにより、 デニス・イリアディスが監督となった。2012年、ヒッチコックとヘドレンの関係を描く HBO、BBC の映画、ザ・ガール・ヒッチコックに囚われた女で、鳥のいくつかのシーンが再現された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。